中利恵社引っ越し報告。これまでの黄色壁の思わぬ副作用で、ちょっと一回白い壁に。女優の中利恵社34が21日までに自身の YouTube チャンネルを更新し、引っ越しをしたことを報告した。これまで住んでいた家は壁がピンクや黄色だったが、新居の壁は白を基調としたモダンなイメージの部屋。また、これまでピンク色の壁だったベッドルームも白い壁で、夫の中尾明義のものとベッドが2つ置かれていた。中は居間を黄色にしていた理由を、金運しか頭になかったというが、効果を調べたら、黄色は見すぎると副作用で、吐き気があるらしいんですよと語り、ちょっと一回白い壁にしてみているんですけど、白い壁になってみてどうなるかですよね、私がと、自らのテンションについても変化が出るかもしれないとした。黄色い壁じゃなくなったからかもしれないけど、物の色がはっきりわかると思わぬ効果も口にした。視聴者からも、モダンリー、さ、大先生陽気です。白壁新鮮で明るく見える。引っ越ししても、夫婦の寝室は一緒なのラブ。新居でも、カラフル部屋になるの楽しみにしとくね。落ち着きカラーが落ち着かないなどの声が寄せられていた。